旅チャンネル自然豊かな日本、東京都小平市にあるアジサイ公園に来ました。昭和48年にアジサイの名所を目指して作られたのがこのアジサイ公園です。小平駅南口から多摩湖自転車歩行者道を花小金井方面へ向かって歩いて5分ほど、住宅地の中のある公園です。広くはないのですが、青ピンク白など様々な色のアジサイが約1500株も植えられていて見応えがあります。お散歩しながらゆっくりアジサイを鑑賞できますよ。迷路のような小道があって、子供たちも楽しそうでしたよ。
アジサイ公園という名の通り、約2800平方メートルの公園内全体がアジサイに包まれていました。公園内の小道を進んでいくと、あふれるように咲くのは美しいアジサイの花。アジサイの名所を目指して市によって整備され、地元の方々がアジサイの手入れをしています。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。